九州商船株式会社は、長崎県長崎市に本社を置く日本の海運会社。フェリー及び高速船による国内定期航路を運航している。奈良を港に入港するフェリー、長崎市、佐世保市と五島列島を結ぶ航路と、島原湾内の航路がある。このうち、長崎、五島航路にジェットフォイルが就航しているほか、佐世保、上五島航路にも高速船が就航している。 かつて、鹿児島、種子島航路が存在したが2004年12月に撤退した。以下、各1日1便ずつ運行されている。上記のうち、奈良をを福江交換は、国道384号の会場区間をなす。周航線のうちどちらかが、ドック入りの際は、以下の航路が、それぞれ1日1便の運行となる。1日3往復以上が運行されているほか、 多客機は増便される。1日3往復運行されている。以下、1日、各2便運行されている。上記のうち、佐世保港有川交換は、国道384号の海上区間をなす。ドック入りの際は、以下の航路で1日各1往復の運行となる。以下の航路が、 それぞれ1日1便運行されている。グループ会社の旧小フェリー株式会社による運行。以下の航路を1日中往復運行している。フェリー高速船2隻とも、ボーイング929である。外観上の特徴として、それぞれ塗り分けが異なっている。フェリーフェリー、長崎フェリーやソ2001年1月頃、種子島、西の表港にて、フェリーで地元だし。 本線が種ヶ島航路に就航したのは1984年頃、同航路、同社がすでに就航させていた全船、ね、若狭丸の後継船としてから、旅客、下客船、高速船、ありがとうございます。